そうですね。あ、でも違う、2人で差し合わないと。さあ始まりました、過去のやつをどん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  YouTube に落としていこうのコーナー、第何弾でしょう、わかんないですけど、前回インフルエンサーの方の動画を多分作ったのが先に公開されていると思いますが、その続きみたいなもんですね。場所は同じく、東京都渋谷区にあります宮下パーク内のニューライトというレストランのオープン前に、場所を貸していただきまして、これは映像制作のメイキングになりますね。この動画の後半で、今映ってるような彼女たちがダンスを、バレエのダンサーなんですね、海外で活躍されているプロのバレエダンサーの方々なんですけど、まあコロナの状況で帰ってきていて、でタイミングが合致して、みんなで集まって何か思い出っていう言い方はおかしいですけど、まあ、この時期だからできることをやっていきましょうという中で、場所を借りて撮影をしようねっていう中で、僕はこうやって今メイキングを回していた、いわゆる本編で使わなかった映像を、こっちの僕の動画チャンネルに落としているというような形です。これもまた加えまして、動画概要欄に本編といいますか、そっちに納品した動画はそっちに上がっているので、そちらをぜひご覧いただければと思います。前に出してもらう。